ピオピューロランドはハローキティやシナモン、マイメロディーたちに会える夢のテーマパーク。数々のショーや人気のアトラクションは子供から大人までみんなを夢中にさせてくれます。それでは早速サンリオピューロランドの魅力を紹介していきましょう。まずはフェアリーランドシアター。ここではショーやミュージカルを楽しむことができます。今回の公演はサムデイ3光の世界へ、全3部作で構成された冒険、ファンタジー、ロマンを題材とした長編ミュージカルです。サムデイ3光の世界へはサムデイシリーズ3部作の完結編となっています。マイメロディーちゃんやクリリン君に出会える素敵な妖精の物語です。ニコルとマリアの愛の行方についても大注目をしてみてくださいね。サンリオキャラクターボートライドは大人気のアトラクション。ボートに乗ってキティのお城にみんなをご招待します。ある日カフェシナモンに届いた一通の手紙、それはキティがシナモンとフレンズに出したキャッスルで行うパーティーの招待状でした。ボートライドではキティちゃんが城のパーティーへたくさんのお友達を招待しています。キティーズハウスはピンクが目印のかわいいキティのお家。ベッドルームやバスルームなどキティのプライベートを覗いちゃおう。はい、チーズ。キティと一緒に記念写真を撮ることもできます。キティーズハウスではキティちゃんのプライベートルームで遊ぶことができます。おや、何やら外が騒がしくなってきました。ピューロランド中央のピューロビレッジで何か始まるようです。サンリオハートフルパレードビリーブが始まりました。約30分のパレードではサンリオが培ってきた思い、愛、思いやり、友情が新たなメルヘンとなって登場します。目を見張るアクロバットの数々など豪華で華麗なエンターテインメントショーです。サンリオピューロランド最大のショー、サンリオハートフルパレードブリーブでは大人気のサンリオキャラクターの活躍はもちろん、中国の本格的なアクロバットを楽しむことができます。パレードではキティちゃんやダニエル君や大人気のシュガーバニーズ、そして懐かしいペロッピ君などが大活躍しています。サンリオピューロランド、いかがでしたか？今回はその魅力について一部しか紹介できませんでしたが、サンリオピューロランドはまだまだ楽しいことがいっぱいあります。今度のお休みは家族揃ってサンリオピューロランドに足を運んでみませんか？